鈴木小杉さん、はいえー、おの皆さん、あの前回の委員会、また今日午前の連合審査、午後の委員会とご苦労様であります。いろいろなご意見がありましたが、私は何よりも、この法案がまずは一歩だと、こう思っております。これからこれを徹底して、実行のみを上げなければいけないと、こう思っておりますので、今後ともよろしくお願いをいたしたいと思います。 特にこれ、各議力一方ですけれども、各省庁間の連携、大事でありますから、この点、きちっとしたやっぱりこの指導というか、協力関係、連携ですが、指導だと思いますけれども、それに向けてのですね、あの決意を述べていただければ、ありがたいと思います。大口義則さん。 鈴木先生ありがとうございますあのこの午前中のです、ね、連合審査の中で論点を深掘りをしていただきました、そしてです、ね、貴重なご意見も賜りました、本当にあの皆様あの、苦しんでおられる被害者の方々を救済しなきゃいけない、こういう思いですね。 各会派の枠を超えて共有できたと思いますそして今、鈴木委員からご紹介,あ,のご紹介ありましたように、この,あの法案につきまして、とにかくこれをです、ね、しっかりと省庁に対して、あのこれはあの力強くです、ね、政府一体となって推進していく必要があると、ここに思ってます、特にあの周知徹底につきましてはです、ね、これは非常に大事なことでございますので、しっかりやってまいりたいと思っております。はい 鈴木宗男さん、はい、あの力強い答弁で上奏いたします。えっ、ー、と岩出副大臣来てもらっておりますので、ねあの、端的にあの質問しお答えをいただきたいと思います。今年の3月17日、第二次再犯防止推進計画が閣議決定されました。よく再犯防止だとかですね、あの公正の機会という言葉が踊るんですけれども。 実際、理不尽なことがあるんですね、例えば暴力団がから自殺して、社会復帰に向けた指導をしましょうと言いながらも、いざ出てきたら、銀行口座作れないんですね、カード作れないんですよ。逆にこれ、足引っ張ってることになります、社会復帰の。これ、調べて、私の関係で調べたら、金融庁が厳しいというんです。ぜひともです、ね、あの金融庁 金融庁というか銀行が厳しいわけですあの銀行を統括するのは金融庁でありますからね、社会復帰に向けての、これ、国を挙げて閣議決定までして決めてる話でありますから、ここは見方をです、ね、変えて、今やカードの時代なんですから、カードすら作れないというのもおかしな話なんですからね、ここら辺はきちっとです、ね、対応していただきたい。この一点だけ あのお答えをいただきたいと思います。井林内閣府副大臣えー、お答え申し上げます。あの委員ご指摘のとおり、本年5月令和5年3月に閣議決定をされておりまして、それに基づいて金融庁でも法務省警察省と協議をし進めてございます。なお、の令和4年2月から12月末まででございますが、9件の申請がありまして、その方全ての口座利用があの。 可能になったというふうに聞いてございます今後もしっかり取り組んでまいりたいと思いますのでよろしくお願いします鈴木宗男さんこれ副大臣たった9件しか出せないんですよその縛りがあってだからここらへんよく調べてもっと広げてですねやることが私は健全な社会のもとになるとこう思いますのでよろしくお願いいたしますもう結構ですご退席願ってはいちょ,ちょっと待って茨城内閣府。 内閣府副大臣におかれましては、退席されて結構です。はい、鈴木宗男さん小泉大臣、前回の委員会で,です、ね、国際テロリズム要覧2023についてですねあの、お尋ねをしました、大臣からですね、ハマス自身はわれわれが凍結の対象にしている、日本国政府が凍結の対象としている組織ですから、それが外れるというのは明らかにおかしいわけでありまして、 とにかく今、大至急これを整理しながら、正しい道に戻る方策を取ろうとしているところでございますと述べており小泉副法務大臣。はい、この間の,あのご審議を経まして、えー、国連安保理制裁委員会が指定した国のみをお掲げるという形になってしまいました、2023年のおテロリズム要岩です。 その結果、169組織が落ちてしまったということによって、誤解が生ずるという事態が生まれたわけでございます。これ、当面、とりあえず緊急避難的にですね、20 2023年のこのウェブのページを削除しまして、22年、昨年までの 昨年までのリストにが閲覧できる状態に今なっておりますが、これをどういうふうにこれからあのやっていくのか、やはりそこはまあしっかりとですね速やかに、しかし慎重に考えなきゃいけないと思って、公安庁にまず検討の指示を出しております鈴木宗男さん。大臣ですね、斉藤前法務大臣にも尋ねましたら、 説明を受けてないっていうんですね、この洋欄作るにあたって、私はちょっとあの、どういう手続きだったか疑問に思ってます、少なくともです、ね、閣議決定っていうか、大臣、法務大臣が知らないで,です、ね、このが作られたとすれば問題ですよ、しかも、小泉大臣は正直にこれ、日本国政府が凍結の対象にしているとまで認識しているわけですからね。 そういった意味で、外すこと自体がですね安保理決議だけに縛っていいのかという議論もあるし、ですねしっかりとこれ、私はテロ組織がテロ組織なんですから、やっぱり厳しいあの対応をしなければいけないと、こう思ってますので、今、大臣あの、さらに事務方にも指示するというやりましたけれども、これは徹底してをいただきたいなと思います。またあの、前回の委員会の続きですけれども、小泉大臣のですね、 この政治団体に関わるあの質問をさせていただきました。小泉大臣は政治資金規正法に基づいての適切な処理をしておりますと。とこうあの述べられておりました。私はその通りやっている長く小泉大臣の人がおらしている者としてですね。それは間違いないとこう思っているんです。ならば。資金管理団体にはこの前言ったように。 代表者の監督責任がありますどこに何枚言ってるかどうかっていうのは、本来は覚えてなければいけませんし、また、当然、会計責任者からは報告は受けてるはずだと思います。今、それがないから問題になってるわけでありますから、要は正直にルールに基づいて届け出を出していれば何でもない話なんですね。そ 先ほど、ね、もう話ありましたけれども、当然、組織ですから、責任があるんです、1回の人は何枚打ってほしいとか、2枚の人は何枚打ってほしいとか、また派閥によっては3回以下で何枚とか、振り回あれば、ばればれかと思います。だから小泉大臣もですね、その約束は果たされていると思いますが、どうでしょう小泉法務大臣、はいあの。派閥でそういう目安がありまして。 まあ、私も、あの、無理のない範囲で、その目安を達成したいという努力はしてまいりました。鈴木宗男さん。派閥から、まあ、提示があるというか。これだけお願いしますよって当然、あるんです。何も、おかしいな話じゃないんですよ。それで、当然、例えば。予定よりも、売ったならば。 それは政治活動として派閥で還元しますよ。これも何も届け出をさえすれば問題のある話じゃないんです。基本的なことをやってないから今騒ぎになっているわけです。小泉大臣はそれはきちっとやってるということでよろしいんですね。小泉法務大臣。はい、あのもちろん派閥からの。 寄付は収支報告に計上しております。また派閥の側の私に対する派閥側の質もまあ見ましたけど計上されています。どちらも計上されています。鈴木宗男さん。あの今の答弁を大臣、なんで前回の委員会で言えないんでしょうか。小泉法務大臣。それはあの政治団体というのは。 まあ、その民,民間の、まあ、政治活動に関わる重要な団体です、で政府の立場というのは、まあ、ある種、権力を持っています、まあ、公平無視な立場でなければならない、まあ、そこに政治団体にこう介入していくというようなことは、基本的に、まあ、許されないんだと思います、政府の立場においてというふうに繰り返しましたのは、そういう趣旨でございます鈴木宗男さん。大臣ね どう考えても日本語としては整合せないですよ、適切に処理はしてますという点ですから、いいですか、正直に答えれば、何でもない話なんです。多くの議員は訂正、訂正の人たくさんいるんですから、こういう問題にならなくても、届け出が忘れてたとか、いやいやこ、この点、数字が間違ってましただとか、それが政治的規定法なんですから。 だから正直にやればいいなんです、いい話なんです、そうで大臣ですよ、大臣は正直に言われましたね、ちゃんとノルマを達成してですよ、で、まあ、そのハマスからも数多きはいただいてる、ちなみに大臣は当選何回の時何枚、例えば今年は当選7回ですね、おそらく1回、2回とは、まあ、1回、2回の時はオブチャでしたから、あの関係ないと思いますけれども、今、出水会に入ってですよ。 からの当選回数によって私は枚数は違ってくると思うんですけれどもその差はあったんでしょうか小泉法務大臣当選回数によって差はもちろんありますはいあります当選回数によってねそれは間違いない、はい、鈴木宗男さんちなみに大臣は何枚と何枚売り上げたんでしょう小泉法務大臣まあそれはあの、えー 私の政治活動の詳細にわたる部分でありますので、まあ、今、すぐ記憶を確かめることもできませんし、今、えー、ご了承いただきたいと思います鈴木宗男さん。確認ですけれども、派閥から提示された枚数はきちっとばきましたと、それ以上ばいた分においては、派閥から政治活動としての,あの提供があったんで、それもきちっと 届け出していますということでいいんですね。小泉法務大臣、はい。その通りです。その通りでございます。鈴木宗男さん。あの私は報道を見ながらも間違った判断、キックバックなんて言葉自体がね、なんとなくいい民だわりにはなりません。裏金という話もないんです。要は不記載なわけですから。 私はここはぜひとも、委員の先生方にもですね、報道の言葉が一人歩きして、大変なダメージを受けます。私自身が25年前ですね、鈴木宗男を裏側に尿検かなんてですね、出るんですから、これは検察側のリークなんです。検察は人がいません。情報を流してですね、そうやって世論を煽っていくんですよ。 それにまたみんなこの国会でもですね、その正しいか正しくないかわからない利益によってです、ね、脅される、これは極めて危険であります。本来、国民から選べたこの国会議員が、こういう国会でね、厳しく、私は逆に利益はいけない、そういう話をしなければだめだと思ってます。検察や警察になんか注文つけると、狙われてしまうとか。 またやられるんじゃないかとこういう弱気な人いますけどもそれは間違いです堂々と悪しき権力とは戦うこれが私は政治家にとって大事だと思っております私なんかもよく女房に言われるんですお父さんあんまり余計なこと言ってなまた捕まるわよなんてですねしかし私は言ってんです正直者は絶対馬鹿を見ない正直者は必ずねお店長の皆さんが見てるから理解 評価されるんだという思いであります法務大臣よく検察は利益はないと言いますけれども利益はあるんです法務大臣自身がですね報告を受けてない話が流れてると思います同時にメディアも見てください特定の社員このニュースはここうまく分けてですねやっておりますから皆さん方もよくチェックしてみてくださいこれが 現実であります私は経験者としてですね、堂々とかつ、戦う姿勢を持ちながらですね、やっていきたいと思うんです、そういった意味では、今、騒がれている議員の中には、同情すべき人もいます、また、これは確信犯だなと思うような人もいますから、そういうのは徹底して私は断罪されるべきだと思っているんです。ただ一ににすするのは逆にですね 公平ではない私はそんなふうに思ってるんです。ぜひとも法務大臣、そういった意味では、法務大臣が検察をですね、監督してるわけでありますから、検察は行政なんですから、よく政治家の中でも、仕と間違いをしているけれけども、検察は行政組織なんですから、ここら辺、ぜひとも小泉大臣におかれてはですね、懸命な判断をしながら、事態を見ながら、同時に、 状況はしっかり把握して、私は政治の安定に努めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか小泉本部大臣、はいまあ。いろいろ私のことで、この委員会でも時間を皆さんに使っていただくことになって、申し訳なく思っております。まあ、今、先生からいろいろ、ルールお話がありました、さまざまな点で、えー、学んでいかなければならないことも多いと思いました。あまじっくり、えー 心にそれをこう踏まえてですね、あ考え、また対応していきたいと思っております鈴木宗男さん。